1>, 1を取り付けた G36A1 の側面 LLM01 を取り付けた G36A1 の前面 LLM01 とタイス RSA リフレックスレッドドットサイトを取り付けた MP7A1LLM01 レーザーライトモジュールは後付け式の標的補足モジュールでドイツストキャッシュのエリコンコントラバス社で作られた金属製のインテグラルクイックリリースクランプを使って H&K G36 アサルトライフルのキャリングハンドルアダプターの左側に取り付けるように設計された。G36 アサルトライフルのみならず、他の下き、例えば H&K MP7 短期間銃や L85A にアサルトライフルなどに取り付けることもできる。LLM-H は以下の照射、照準オプションを持つ。LLM-H は 上部にあるラベル付きの回転式セレクタースイッチを使って電源をオンオフしたり、いくつもの照射オプションを選択したりすることができる。また、LLM01 にケーブルで接続された圧力スイッチを使って LLM01 を作動させることもできる。これは G36 アサルトライフルなどの下記の様々な位置に取り付けることができる。 LLM01 のどちらのレーザーマーカーも、それを装着した下記に合わせて、それぞれ独立に上下及び左右の調整ができる。LLM01 は30メートル防水である。ドイツ陸軍は通常の G36 アサルトライフルと、そのバリエーションのアップグレードを開始し、それに G36A にという名称を与えている。g a にアップグレードキットには、つの ピカティニーレールを持つ新しいハンドガードと LLM01 レーザーライトモジュールを操作するスイッチを埋め込んだハンドクリップが含まれている。ありがとうございます。